このゲームは早期アクセスゲームです。今後ゲームの仕様が変更されることがあるのでご注意ください。ドリルでルンルン。クルルンルン。ドリルは男のロマン。またランドモゲラー作ってんのかよ。平成モゲラ好きっすよね。ドリルを見るなりランドモゲラーもどきを作る習性でもあるの？何言ってんだ。ドリルがあれば作って当然だろ。本当に変な習性だった。ドリルサイズを拡張しても小さく感じたから。ドリル2つをさらに回転させて、疑似的な大ドリルにしてある。大ドリルのおかげで、車体が通過できる穴を掘れるようになった。創作のドリルマシンって、掘り進めなさそうなデザインも多いっすけど、実用レベルに持ち込もうとするの最高にアホっすね。アームは上下にも稼働する。頭上や足元も削ることができるぞ。中途半端に屋根だけ粉砕。足元は前進しながらだと引っかかるし、端では進路を破壊するだけだから、交代しながら端を破壊する感じになるな。その前に自重で端が壊れるだろこいつ。ドリルに振り回されないようにかなり重くしてあるっすよね。視察者は瓦礫にドリルが引っかかって、車体が吹っ飛んでったからな。ウェイトブロックをマシマシよ。中央には両腕のドリルが壊しそびれた瓦礫を粉砕するブレードとノコギリ。背中や側面は崩れてきた瓦礫から保護するプレートで固めてある。あらゆる障害を粉砕して突き進むのだ。これまでの重機もどきから一変したな。小型の方が楽しいとか言ってたくせに。ドリルは別腹。パワーの要件満たそうとして重量が必要になって、結果的に大型化したというのが本当のところっすよね。車体が軽いとドリルが刺さって車体が回転しちゃうからな。しかも、関節もパワー負けの危険があるから。最低限の関節で保持できないといかん。様々な条件をクリアするため試行錯誤した結果、ランドモゲラーもどきに落ち着いた。データ上書きで試作者の映像はないんすけど、試作者は光戦隊マスクマンのマスキードリルっぽかったっす。車体形状がマスキードリルの名残があるな。マスキードリルだと足が引っかかるから、ドリルを追加した結果がランドモゲラーもどきなのよね。最初からランドモゲラーもどきを目指していたわけじゃないのか。潜在意識とかじゃないんすかね。理由はなんであれ、有用なドリルマシンを作ったら、結果的にランドモゲラーもどきになった。ビームとかでないの？パーツはあるが、搭載してないな。ドリルの出番がなくなるから。ドリルスキーのドリル優先しそう。と、言った感じで久しぶりに作った車両でしたとさ。軽めの紹介っすね。今回はここまで。チャオチャオチャオー。カミドリル。ムック。